お弁当ワクワク。明日は遠足。あーちゃんの一番の楽しみはお弁当です。明日のお弁当、中身は何だろう。ドキドキワクワク、なかなか眠れないでいます。でもドキドキワクワクしているのはあーちゃんだけではありません。隣で寝ているママもドキドキワクワクしています。お弁当、おいしく作れるかしら。喜んでくれるかしら。キッチンに準備されたお弁当箱もドキドキワクワクしています。明日のお弁当、どんなおかずが入るんだろう。みんなそれぞれドキドキワクワクしながら眠りました。次の朝、一番に起きたのはママ。エプロンをつけて気合を入れます。よし、作るぞ。包丁トントン、フライパンジュージュー。ああ、ちょっと焦げちゃった。お鍋がグツグツ、コンコンパカ。大変、殻が入っちゃった。カチャカチャ混ぜ混ぜ、ぐるぐる巻き巻き。よし、できた。ママはまだあくびをしているお弁当箱に次々とおかずを詰め始めます。いい匂い。お弁当箱の目はキラキラ。甘くてふわふわ、カリカリもある。今日はホクホクも入るんだ。あーちゃんの好きなものがたくさんだ。そこへあーちゃんが起きてきました。お弁当の中身はまだ内緒です。ドキドキワクワクしながらあーちゃんはお弁当を持って遠足へと出発しました。ついにお昼の時間がやってきました。お弁当箱を開ける瞬間が一番ドキドキします。何が入っているんだろう。あーちゃんはパカッと蓋を開けました。キラキラ輝くお弁当、中には大好きな卵焼きにちょっぴり焦げた唐揚げ、タコさんウインナーにトマトにポテトサラダまで。ふわー、おにぎりが猫ちゃん、かわいい。いただきます。ワクワク食べようとしたその時、フォークがない。あーちゃんが叫びました。でも大丈夫、先生がかわいいフォークを貸してくれたので、無事においしくてかわいいお弁当をもりもり食べることができました。一方、うっかり入れ忘れられたフォークは、遠足行きたかったな。お家でしょんぼり、みんなの帰りを待っていると、ただいま。元気いっぱいあーちゃんの声。おやつを食べるときに使ってもらえたフォークも素敵な一日になりました。おしまい。グッドボタンとチャンネル登録もよろしくブー。